はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ皆さん、スプライト環境は楽しんでいらっしゃいますか？まあ、スプライトというテーマですね。まあ、ものすごいいろんなテーマと組み合わせてめちゃくちゃ強いんですよね。で、まあ、強いデッキいくつもあります。まあ、イビルツインとか鉄獣とかガエルとか、まあ、いろいろね、そういうデッキは動画にしていこうと思ってるんですが、おいおい、まあ僕のスプライトデッキ一発目といえば、まあ、やっぱりですね、ザワールドなんですね。いや、なんでって思うじゃないですか。なんでって思うと思うんですけど、大校舎と結構相性良くて、スプライトって。これなんでかっていうと、弾がレベル2なんですよ。だから、エレフとか結構出しやすくて、で、あ、ギガンティックもね。でね、ちょっとなんではね、スプライトって、スプリンドっていうモンスターが、リンクモンスターがまだちょっと追加されてなくて、一応まだなんか強化パーツが1枚来てないんですよ。まあ、それ来てなくて、ちょっとルートがね、いろいろその変更はあるんですけども、結局今回何がしたいかっていうと、スプライトのギミックも使用しながら代行者ムーブをし、アルカラフォース21ザワールドでターンスキップをします。まあ、実質先行暗記ですね。はい、これです。ね、めちゃくちゃ辛くて、代行者って。まずハリファイバーがいなくなったこと、そしてユニオンキャリアがいなくなったこと、これスプライトにも言えるんだけど、その2枚がなくなるとめちゃくちゃきついんですよ。今回はですね、このアスモデウス君っていうね、このモンスター採用しまして、これ転移速を墓地に送る効果持ってるんですけど、まあ、この効果使って、イーバー墓地に叩き落として、いろいろサーチしたりとか、あと普通にアースネプチューンっていう動きをね、すると、なんとこの禁止カードがから復帰したエンシェントフェアリードラゴンとか、このぶち壊れモンスターによって光の結果をサーチするっていう動きもできるんで、あれ一応 ね、まあ、ね、手札はですね、一応 50% の確率でいいんだったら、これ結局コイン表か裏かで効果があるんです。表出さないといけないんで、なんで、50% の確率でいいんだったら、一応手札1枚からいきます。ビーナス1枚からザワールドを爆誕させて2体のモンスターコストに用意するのはできるんで、余裕で。でしかも次のターンワンキル取れるんで、一応手札1枚とコストからザワールド降臨が確定します。ルートはね、デッキレシピに書いてあるんで、詳しいのが知りたかったらそっちを見てください。概要欄に載ってます。で、確定ルートはね、アースネプチューンですね。アースと、ネプチューン、この2枚があるとエンシェントフェアリーを出しながら普通にザワールドのコストを用意できるんで、出しながら。なんでアースネプチューンの場合は、この禁止カードから返ってきちゃったこいつを使って、これ貼ってからのこれサーチして確定ターンスキップ、ここまでいきます。はい、確定ターンスキップ。これほどに最強の響きがあるだろうか。確定ターンスキップ。さあ、相手のターンをね、今回もスキップしてずっと俺のターンしていきましょう。デュエルスタンバイ。これ、このフィールド相手も使ってくれると、なんかめっちゃうるせえな。これ相手も使ってくれるとめちゃくちゃうるせえな。これハンド強えな。いや、でもこれアースネプチューンが一応これ、はい、ですよね。はい、でカードを手札に加えますという効果で、アース加えます。なんかあんな、なんだこれ、うららっぽいな。うららだったらさ、ちょっと代行者ビギナス打ってくんねえから、うららそこ打ってくれ。よっしゃ、きつい、貫通できる。ここにうららでかい、あまりにでかい、あまりにでかい、ここのうららは。で、ネプチューン効果で貫通してヴィーナス出していく。よし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 、でかい。で、ヴィーナス効果発動。ヴィーナスの効果により弾製造女、弾製造していきます。はい、弾製造工場長とかして、はい、で神聖なる球体を3つ出していく。はい、で2体でムーンですね、こことここで。さあ、ムーンはリンク召喚に成功した場合にデッキから代行者系の、まあ、モンスターを、ね、墓地に送れるということで、マジェスティヒュペリオンを送っていく。そしてマジェスティの効果、ネプチューンをゲームから除外し自身を特殊召喚。さらにネプチューンの効果、天空の聖域を手札に加えていく。で、天空の聖域を発動。そして、2体のモンスターで、リング召喚、ムーンと玉で、パーシュス、セレスティアルナイトロードパーシュス、
ね、これ後でいい。ちなみに今回めちゃくちゃ強いんですけど、コストがイーバーなんで、まあ、イーバーじゃなくても別に大丈夫です。これコストがイーバーじゃなくてもイーバーだからちょっと若干上振れますけど、で、マスターフレアの効果発動して代行者墓地を送ってそいつらの名前コピーする。これ見やすくなったよね、効果の発動。これ今何をさ効果発動してるかめっちゃ見やすくなってます。神アップデだこれ。で、ビギナス効果1500ライフぶっ込ん で、 で弾もう一回出しますワンターン、ワンターン、6ホーリーシャインボール。あ、ちなみにまだ出しますけどね、弾。で、レベル2のモンスターを、ね、これ似てんだよな、色味。レベル2のモンスター2体でリンク召喚。スプライトエルフほいー。で、ヴィーナス効果。弾出す。あれ、順番合ってる、順番合ってる、OK。で、弾出す。はい。で、2体のモンスターでリンク召喚。ここ結構なんでもいいんですけどね。リンク2だったら、どうせエクシーズすることになるんで、結構なんでもいいです。ここ。マスカレードでもいいし、エルフ2体目でもいいや。なんでもいいこれ。で、ですね、エルフ効果発動。エルフ効果発動して、アース。これちなみに盤面埋まりすぎて、マジでやばいこと起きるんで順番間違えたりするとね、結構出せなくなっちゃったりするんで、僕の手順通りにやってください、やるんだったら。はい。で、ちょ、まあ、これイーバー、これイーバーじゃなくてもいいんだけど、これイーバーなのでなんか墓地に遅れたのか、なんで、まあ、一応強いんで普通にイーバーの効果発動して、これは別にイーバーじゃなくても別にいいです。ここは一応エンジェル O1 とネプチューン、この動きは本来はないはず。なんか上振れたけど。で、2体のモンスターでギガンティックスプライティングを出していく。ういうい。はいと。はい、で、ドヤ顔で召喚ムービー出す。で、ヴィーナス効果、弾製造。ワンターン8ホーリーシャインボールでしたね、これね。はい、ワンターン8ホーリーシャインボール。で、はい、禁止から帰ってきちゃった。大丈夫、本当に。こんなの帰ってきていいのかな、こんなバグ壊れモンスター帰ってきちゃっていいのかな。さあ、エンシェントフェアリーの、あ、これ言えない。エンシェントフェアリーの効果を発動。エンシェントフェアリーの効果によって、これはいらない。で、ここで、フィールド魔法をぶっ壊しながら、なんと光の結界というガチぶっ壊れフィールド魔法をサーチできちゃう。はい、確定。はい、表確定。はい、表確定しました。で、ちょっともったいないんですけど、エンシェントフェアリーと、それから、まあ、破壊の代行者になっているマスターフレア。で、まあ、これ天使族をね、墓地送りたいんで、これマスカレーナ出していく。で、天使族が墓地送られたんで、びっくりしてロードパーシアスの効果発動する。びっくりしたーって言って、うわ、びっくりしたーって言って、イーバ除外して、ザ・ワールド、バックタウン！コインは当然！そう！あ、聖一でお願いします。インチキだな。インチキだわ。で、最終的にギガンティックスプライトの効果を使って、こう、オーバーレイト1個使って、デクレアラディバイナーを特殊して、デクレアラディバイナー効果発動して、取り扱いヒエラルキーを送っておくと、これ次のターンにバロネスが確定します。はい。これ次のターンバロネス確定ね。で、次のターンちなみにずっと、すぐ来るんだけど。なんでかっていうと、ターンをスキップするから。うおー、アルカラフォース20はザ・ワールドの効果。お前のターンはない、ずっと俺のターン。悔しいでしょうね。悔しいでしょうね。何もできてないですね。悔しいでしょうね。じゃあ、取り扱いヒエラルキア効果。取り扱いヒエラルキア効果発動して、ディバイナーをリリースして、はい、はい。こんなし、で、ディバイナー効果。あ、これちなみに、次のターン絶対キル取れるんで、こんなことしなくても、マジェスティが帰ってきて、で、なんだっけ、ロードパーシアスの効果で、ネプチューン持ってこれるんで、
なんでネプチューンで代行者蘇生して、投げれば勝ちですこれ、はい、普通に、まあ、一応これが一番強いですけど、はい、これがずっと俺のターンデッキですよ。はい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 、エンシェントフィアリー帰ってきてよかったのかな本当に。コナミ君こんなクソデッキが爆誕しちゃったよ、大丈夫かな。あーハンドガン決まってる、あの取りやすぎられちゃ来ちゃった。あれこれハンドコスト足りるかな、これデクレアルディバイナームーブだとハンドコスト2枚いるんだよな。いやこれ足んねえな、これマジで。これあなんかあるね、いやこれ無限法要とうららか、ああいいや別にそれは、それはいい、あいいです、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 全然いいです。うららはいいで貫通できるんで、とりあえずヒーラーだけは引いてるから貫通できる普通に。はい、でうららのクソうざいエフェクトが入って、いやこれね、このルート要はヴィーナスまたはあの宣告者の巫女の場合はですね、ちょっとね手札コスト2枚使うんです。だから光の結界をサーチしないといけない可能性がある、もしかしたら。でブーテンでしょ、でも何もなそうだな、あ大丈夫そうだ、墓穴捨てるわ、じゃあじゃあ墓穴捨てるわ、こことここを墓穴捨てれて展開していくスタイルでいきましょう。マスターフレアヒペリオンバクトン、そしてマスターフレアヒペリオンの効果、あちなみにあの弾とか引いても結構きついです。弾引いてもなんか割と手札コスト高くなるパターンはあるんだけど、はい、でなんかあるぞ、なんだこれ、ガンマンはやめて、あウサギか、あまあそれは墓穴するしかないか、あじゃあ足んねえわ手札コスト、これいや足んねえ、でもいいや大丈夫、運命力に任せないでしょ、表出しゃいいでしょ、いや表出しゃいいんすよこれルート上光の結界を捨てなきゃいけなくなっちゃうんですけど、いや大丈夫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 、あれね表出しゃいいんだよ暴論 50% 引きゃいいんだよ、 50% はギャンブラーにとっては 50% もあれば 100% だから、信頼度 50% のリーチってめっちゃ熱く見えんじゃん、うん、そういうことパチンコで言うとパチンコデッキだからこれ実質で、これ一回失楽の打天使出すじゃないですか天使族モンスター2体の魂をリンクバカにして失楽の打天使出していくですね、ルートの都合上ですねスプリントがないんですよ、これこれエルフスプリントしたら結構簡単なんですけど、スプリントがないのでとりあえずアスモディウスを持ってきまして、でここでねアスモディウスをわざわざ出しでいかなきゃいけないっていうのはちょっと若干めんどくさいですね。ちなみにスプライトスプリントが来たら多分代行者もやばいです、ルート上かなり安定してザワールドを縦に行くことができそうですね、はい、まあ別にザワールドじゃなくて普通に先行アンキラもできるんだけどさ、多分やろうと思えばなんかアルティミトルビシバルキとか使って、だから俺はターンスキップが好きなんですよ、やっぱなんかカードの効果により相手のターンがスキップされますよ、あの文字がめっちゃ好きだからだからターンスキップは一生ねしていこうかなと。ちなみに皆さんマスターデュエルターンスキップで動画検索してみてください。でもね上からねなんかねマジで盛らずに上から 5個くらい全部俺の動画だもん、多分上から5個か6個くらい全部俺の動画っていうこいつ一生ターンスキップしなみたいな。でエンジェルワンを持ってくる、はい、こいつまあ強いんだよな、かなりかなり強力で、ネプチューンの効果使うでしょ、ね、アスモデウス組んでねがこれスプレーで実質スプレーですね、これ墓地をくれるんでイーバーを、はい、でここで一旦ここでムーン出すでしょ、でマジェスティして聖域を持ってくる感じですね、はい、でムーン効果でマジェスティとかこれ、はい、でマジェスティ効果発動、こんだけやってもまだ 50% の確率なのがやばいよ、最後に持ってる 50% の壁を越えなければいけないっていうザ・21ザ・21アルカナフォースザ・21ザ・ワールドを撃破せよ、バリ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 で、ザ・アセレシアネスロードパーシャスの効果で光の結果墓地を送ってで、ですねこれザ・ワールド持ってきます、はいでエンジェル O1 効果発動、アルカナフォース見せながら自身特殊召喚して、ちなみにこいつ召喚権増えるんですよエンジェル O1 って、レベルが
高えやつのアドバンス召喚券か。なんでリンクスパイダーと、エンジェル O1 ここで特殊して、ここあとはもう運命の瞬間、絶対コインを持てますね、絶対だぞ、コインはどうで、あーええいけるまだいける、まだカバーできる。ちなみにこのデッキは一応ここでターンスキップが失敗してしまった場合の、カバーリング方法も用意してまして、ですね、ムーンとこのザワールドを使いまして、まずエルフを出しますと。でエルフの効果でレベル2のチューナーを特殊召喚し、これ宣告者から入った場合、これの動きがね結構できるんですけども、でここでバロネスを出すっていう嘘出しも意味ないもんな。ターンスキップ失敗時のリカバーできるの強くね。でもスプライト入ってないからギガンティック出してね、ギガンティック展、スプライト展開まではいけないんだよ。スプライトも全く入ってないんで、ブルーもジェットも入ってないからさ、キャロットも、スターターも。なんでまあこれでも2妨害です、こちらに。バロネスで何でも向こうが1回と、あとスプライトエルフで、先行者の巫女をね、拾ってきて、墓地から。ほんで、ヌトス砲撃つっていう、一応、ギミックがあるんですよ。だから一応2妨害はあります。普通に。なんで割と止まって、アラメシアの儀は強いな。いや、まあ出てきたモンスター、ヌトスでいいか。いやー、これなんだろうな、勇者何々、勇者何わからんけど、でもバロネス1回残ってるなんとかなんじゃね。で、これエルフ効果発動。エルフは自分の墓地からレベル2のモンスターを特殊召喚できるんで、これでヌトスを特殊召喚するでしょ。で、ヌトスの特殊召喚成功時の効果を、あ、はい、OK。で、ヌトスの効果発動、大丈夫、別にドラゴバックサーチされても、勇者だけしょればいいかな。で、ですね、ヌトス砲をぶっ込んで、で、相手のトークンを破壊して、で、これドラゴバックを回収できないようにしといて、はい。まあ、なんだっけ、グリフォンライダーとか出てきてもいいや。別に、無効にする効果ないし。ここでいい。オッケー。よし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 、間に合った。お、封印の動きっすよ。なるほど。勇者で封印の動きっすよ。なんだこれ。サンドラか？そっちか。ね。デスピアか。はい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 。でも召喚時効果使わないぞ、それ。召喚時効果はもう勇者トークン出したから使えなくて。これあと数値で普通に楽に融合ができればとかって感じなんだけど、これバロネスで無効にしてればいいから。2枚あったらきついよね、普通に。まあそれ無効にするよ。はい、当たり前に向こう。当たり前体操だって貫通2枚重ね楽園融合だけは本当にやめてくださいね。本当にやめてください、マジで。それだけは本当に聞いてない。盤面が崩壊しそう、頭おかしくなりそう。やばい、強引に打ちに来たやばい、強引に打ちに来た楽園融合を。コストは6枚。やばい、強引に打ち抜ける、やめて、はいはいはい、耐えたー、よーし耐えたー。お、逆融合はない、打てるカードないもんね、これ。今打てるカード、赤の楽園もコストないもんね、もちろん。いや、これはいける、これはいけるっしょ。で、まあそれはいいわ。グリフォンライダーいいわ、いい、全然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 いい。で、戻、水使いに OK。いや、これはさすがに。はい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 。で、水使い効果で一応次のターンのアラメシアの儀は一応サーチしとくけど、それは一旦一度だからもう使えない。耐えてんじゃないのこれ。これ耐えたんじゃない？楽融合こっから、よターンスキップ失敗しても勝てるって強くねえか、このデッキ。ターンスキップ失敗しても2妨害のこの最強だろ。ちなみに今のでザワールドを蘇生するとできるんだと思う、これ。で、バロネスで一応ここ破壊するだろう。はい。で、あとは、もう重心クロ入ってないんで、なんかギガンティックスプライトかなんか出します。なんか、もうなんか入ってないんですよね。重心クロが。エクストラデッキの都合で。とりあえず、ネプチューンの効果使ってですね、自分の墓地の代行者を蘇生したいですという効果。はい、いいよいいよ、出てくるんだ、いいよ。
まあ、そんな程度で僕が止まると思ったら大間違いだぞということを分からせていくスタイルでいきましょう。マスターフレアでいいか。まあ、一番打点高いしな。復活のマスターフレアヒュペリオン。そして、アクセス風をつかめ。アクセスコードトーカー。普通に強い。普通に強い。これターンスキップ失敗しますからね、これこのデッキ。十分普通にデッキとして強くて草で、リンクスパイダーでいいや。はい。で、このライダーぶっ破して、バトルフェイズいきますよ。いや、十分強くて草このデッキ。ターンスキップ失敗しても勝てるってことを見せてよかったわ。スプライトなまあ、貫通はできんだけど、結構ホーリーシャインボールさえ出せれば、結局なんか大故障のビギナスがレベルいいんじゃないから、まあ、スプライトギミックはちょっとなんかなくてもいいかなって感じはするな。なんかもう完全に振り切っちゃって、大故障のところ でスプライトギミックはもうなんか抜いた方がいい気はしてきた、こっちの方が良さそうな気がする。緊急テレポートいいだろう、普通に強えな。はい。で、サイキックリフレクター。オッケー。サイキックリフレクター効果。バサビスオッケー。急シンクロね。なるほど。さあ、一体何が出てくるんだ。ブレイバーじゃん。来た、新規モンスター。パワーツールブレイバードラゴン。シンクロ消化成功時、敵から、あ、または手札から、あ、墓地から、装備カードを3枚装備するとかいうガチでやばい効果。はい。はい、俺竹光妖刀竹光団結の力。なるほど。強い強い。これ結構普通に強いんだよな。これ盤面的に効果無効あるんですよ。で、表示形式変更もあるんですけど、パワーツールどっちか選べるんですけど、そして妨害としても、ね、優秀なんですよね。パワーツールブレイバードラゴンってこの装備カードを装備するだけじゃなくて、はい。で、このね、妖刀の動きマジで強くて、これで2枚ドローとかもできる。ああアカンカード来た、やばい。おメインフェーズ1確定スキップ部分やめろマジで。メインフェーズ1確定スキップ部分ほんとやめて、やべえ。やべえ、ターンスキップ、ターンスキッパー、ターンスキップされそう。エリートターンスキッパーがターンスキップされそう。バトルフェイズ、入るしかないんですよね。バトル、でもメインフェイズにスキップされるんですよね。バトルフェイズ入ります、でメインズ入ります、でメインズ、いやあかん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 。ターンスキッパーがターンスキップされるのやばい、やばい動きしてる。やばい、ワンキルされないこれ大丈夫。パワーツールブレイバードラゴン2体目。やばいやばい、あわ2回攻撃、2回攻撃、ああ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 あ、逆にターンスキップされたんですけど、どうしたらいいですか。